VX 方式は松下久し電子工業が松下電機のナショナルブランドで1975年から1976年にかけて発売した家庭用 VTR 企画。1ヘッドアルファマキと分厚いカセットヘッドがカセット内に潜り込む珍しい構造が特徴である。このコーデは松下電機で VX 方式以前に存在した企画。 オートビジョン方式にも触れる。松下電機は1973年に家庭用 VTR 企画として1、2インチテープカートリッジを採用したオートビジョン方式 VTR、A ビジョン n NV-5125 を発売。日本ビクターの上層部はこの方式を採用するよう現場に指示を出したが、ビデオ事業部長がこの方式は 本命ではないとの考えで拒絶して不採用となり1972年から始まっていた VHS 開発を進展させた。オートビジョン方式は録画時間が最大30分と短く、本体価格が34万8000円と高価格であったため市場の反応も悪く受け入れられず短期間で消える結果となり失敗に終わった。1974年には テープ幅3、4インチの有機核でクロスライセンスを結んでいたソニーからテープ幅1、2インチ VTR での規格統一のためベータマックスに関する VTR 試作機、技術、ノウハウを公開されたこともありそちらに興味を持っていたが松下グループ内で四国の天皇と呼ばれるほど力を持っていた松下久志電子社長稲井高義が1975年に独自に 立ち上げたのが VX 方式である。ヘリカルスキャン方式でも家庭用での採用は珍しいアルファー巻きを採用し、1リール2段巻きの厚みのある縦型カセットテープは内部にヘッドが潜り込む独特の構造となっていた。これはユーマチックやベータ方式、VHS 方式などがカセットからテープを引き出して回転する筒状のヘッドドラムに オームの形のように巻き付けるという複雑な動作をしなければならないのに対し VX 方式はカセット内部であらかじめ巻き付けるような形状になっているアルファ部分にヘッドドラムを潜り込ませるだけなので比較的ビデオデッキのメカがシンプルにできたという利点があった一方でカセット内部で常にアルファ巻きしている分テープに負担がかかりテープが絡まる切れやすい AC モーター1台でメカを駆動させるため、消費電力が多いなどの弱点があった。松下電機は、家庭用ビデオ企画が乱立していた1970年代、中盤、このまま VX 方式で行くのか、もしくは VHS か、ベータマックスを新たに採用するのか、不鮮明な態度であったが、1976年末に相談役の松下幸之助と、ソニー、 日本ビクター上層部による会談が行われ、その席で幸之助は、同じ松下の子会社である、日本ビクターの VHS 方式の採用を決定したため、VX 方式は2機種作られただけで、結果的に姿を消すこととなった。有機核のカセットはサイズが大きいことから、ドカベン、カセットとも呼ばれたが、VX 方式のカセットテープも有機核のカセットと、 同じく大きくさらに分厚いため、こちらも、ドカンカセットと呼ばれた。漫画、こちら、葛飾区亀有公園前派出所で、亀有公園前派出所の仮眠室のビデオデッキは、VX 方式のデッキが描かれていた。ただ、大分前に捨てれてしまったビデオ企画であるため、実際に使われているかは不明。1990年代中盤以降、 近代的な AV カラーテレビに置き換えられ、VX 方式のデッキも消滅している。また、両津関基地は VX 方式デッキの修理が得意という描写もある。本デッキには別売りタイマーが存在していたがそれを持ち主は利用していなかった。なお、東京都墨田区のレトロエンタープライズが日本国内での VX 方式のダビング作業に対応している。 アルファー巻きテープローディングカッコ内は、制定年または、発売年、会社名は、提案会社。有機格のみ、テープ幅3、4インチ、他は1、2インチ。ありがとうございます。